今回のセレチューブは、今絶好調のストライカー、怪我からの復帰戦から怒涛のゴールラッシュを見せたこの男の裏側に密着します。豊川雄太選手、今シーズンベルギーから帰国し、大きな期待を背負いセレッソ大阪に加入。しかしリーグ戦でゴールを挙げられないまま8月に故障。勝ち点を取れないとダブルになってしまいますのでね。ループで狙った豊川、はい、このゴールが10月度月間ベストゴールに選出。さらに次の試合、しっかりとそういう、まあ普段サブの選手に対してもしっかりとした提示ができているんだと思います。さあ狙い通りに豊川だ、チャンス豊川だ、2試合連続ゴール、起用に応えた豊川、28分先手を取ったのはアウェーのセレッソ。さらに大阪ダービーで、3試合連続でゴールを決め、チームを奮い立たせた。ゴール取ることに、まあ、頭を使ってますし、あのチームの、ね、みんながやっぱそこまで、運んでくれるっていう、なんかいろんなことに頭を使わなくていいっていうのはすごく自分の中で今大きいところで、仲間を信じて、とにかくゴールに取ることに集中するっていうことを今意識してやってますし、まあ、明日の試合もそこに集中してやっていきたいな、というふうに思っています。やっぱり一人で、まあ自分はなんか一人でドリブルでね、行ってゴールまでっていうタイプではないですし、やっぱりあの味方のパスを受けて、まあその抜け出しだったりとか、クロスに合わせたりっていう、ゴールが多いので、やっぱりチームにこう、こうなったらこう出してとか、やっぱ試合に出る時間が増えるにつれて結構コミュニケーションを取るようにはしてますね。やっぱゴールを貪欲に狙い続けるというところを、試合通してずっとやっていきたいなというふうに思います。やっぱリーグ自体はもう本当フィジカルが結構ね重視というか、もうバチバチの当たり合いというか、こうあんまりこうディフェンスもゾーンで守ったりとかっていうのはあんまなくて、ほとんど人に来るところで、まあ、僕が監督に言われてたのは、まあ、とにかく点を取る、ゴールを取ることだけだし、やっぱりそのゴールっていう数字っていうのがやっぱ一番ね、なんだろう、評価にもなると思うので、ね、もっともっとこだわらないといけないなっていうふうに、まあ、日本にいた時よりか強くなったっていう感じですかね。まだまだその結果としてはね、全然足りてないので、もっともっと当たらないといけないなというふうには思っています。清水戦はアウェーでの試合。今シーズン、アウェーのサポーター席が開放されて、初めて敵地で戦うセレッソ。多くのセレッソサポーターがスタンドに駆けつけた。選手たちの勝ちへの気持ちが
一層強くなる。組み出しゼロ、はい、ゼロ、勝利を飾るのはどちらでしょうか。2020明治安田生命 J1 リーグ第27節、清水エスパルス対セレッソ大阪の一戦をお伝えしていきます。さあ今度は右で来るのか、松田です。呼んでいるのは坂本ですが、ここから中に入れてきて胸トラップ奥の落として豊川だ。ダイヤまだ割っていません。豊川のクロスから、ここにセレッソの選手はいません。まあ、今右サイドのこの松田のところが起点になってますよね、攻撃のね、はい、松田がやや中に入ると坂本が外に開いています。中を見てまだ入れない。独特のテンポからクロスボール、逆サイドだ。最後は清武決めました、同点。いやー、セレッソの大きな武器が出ましたね。坂本です。松田のクロス、ブルーの面です。いや、タイミング合ってましたか。清武のキックはディフェンスに当たってラインを割って、ここで試合終了のホイッスル。連続ゴール記録は止まったものの、豊川選手のゴールへの執念はここでは終わらない。ゴール前の質っていうのをもっともっとやっぱチームとして高めないといけないのかなっていうふうには思いますし、やっぱ何度も言ってますけど、パス出せる選手はいるので、そこにもっと要求しないといけないのかなっていうふうには思います。僕がパス出せてゴールっていうシーンも、やりながら一本二本あったのかなっていうところは、シーンはあったので、そこをもっと、出し手に要求することが必要ですね。そうですね、まだ あと7試合ありますし、チーム全体として、まあ選手一人一人がもっとこの、試合終わって、次に向けてしっかり改善しないといけないと思いますし、ここから緊張感ある試合が続くので、みんなで、戦っていきたいなというふうに思います。セレチューブは毎週火曜夜9時配信。チャンネル登録よろしくお願いします。